はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は8月16日、水曜日でございます。もうね、お盆終わって、無事に、帰りつけましたでしょうかね。皆さんね。ほんとね、台風がもうすごいですもんね。まあでもね、このお盆で、やっぱどうしてもね、里に帰らなきゃいけないから、まあ、しょうがないですよね。だまあ、会社にね、今日出社できないか、た方は、まあ、17日。まあ、明日になるとね、だいぶいいみたいな感じがするんですけど、どうなんでしょうかね。ということで、私、今日はですね、一日家にいてですね、不毛地帯ね、フジテレビオンデマンドに入りましてですね、不毛地帯を見ておりまして、まだ途中なんですけど、で、その前は白い巨塔をね、全20話見たんですよ。なんか最近ね、ハマってますね。はい。そんなことで、昼ご飯はですね、今日はちょっと出かけずに、カレーね。カレーをまたいっぱい作ったんですよ。鍋いっぱいね。で、冷蔵庫で冷やしてるんですよね。カレー食べましたね。ということで、で、その後ちょっと、良くないんですけど、関西だし醤油のですね、カルビーのポテトチップスね。あれ、通販で私わざわざ頼んでるんですよ。とにかく、あれが一番うまいです。美味しいです。関西だし醤油ね。高いですけどね。通販で頼むとね。一ケース来るんですけどね。ぼちぼち食べるんですけど、なんかこう、ビデオなんか見てると、ドラマですね。見てると、なんかこう、ポリポリ食べたくなるんですよね。そういうことでね。ちゅうような、まあ、ことでございます。ほいで、ですね、まあ、今日はね、ラブちゃんのね、ラブちゃんの動画だけですね。これね、ちょっとこれ涼しいからここにいるんですけどね、このテーブルにね。今日もあまり動かないですけどね。ドハップ。お手手がね、めっちゃ可愛いんでしょ。なんかね、これもめっちゃ毛が気持ちいいっすよ。触るとね、ふわふわしてね。かね。なんかちょっと夏バテ気味ですかね、これね。目がうつろですよね。あ、かわいい。かわいいね、ラブちゃん。お手手が。ね。うにゅって。あんたやっぱ鼻のとこシミがあるよ。シミできてるよ。ね。シミ。せっかくの美人さんなのにね。うん。書いてでしょ?ね。ビュッて、ビュッてな。なんか音がしたんですね。というようなことで、本日のラブちゃんでございました。癒されましたでしょうか?ね。で、今日はですね、日経平均ね、ついに3万2000割りましたね。マイナス472円ね。こうなると私もですね、結構ですね、まあ、銘柄によっては、ま、大きく下げるた銘柄ね。今日ま、その話するんですけどね。ABEX ね。それでま、そんなこともありましてですね。そうですね。含み益が、ま、割と、87% 台ですかね。減ってますね。ね。ということでございますけど。まあ、トータルで含み益がね、80% 台以上あればね、まあいいかなと思ってですけどね。まあ、それでもやっぱこうね、節目をこう割る、大きく割るとですね、やっぱ影響大きいっすよね。ね、どんなポートフォリオを組んでてもね。まあ全部下げますからね。ほとんどの銘柄がね。それで、472円ですね。下げて、31,766円で割ってますね。トピックスも29ポイント下げて、2260ですね。マダーズが下げましたね。マイナス 14.99 ポイントね。726ポイントです。為替は円安なんですけどね、145円も、限りなくね、150円向かってますよね。更新中です。それで今日経の先物ですね、プラス38円ということで、31,800円ね。これじゃあね、取り戻せないですよね。昨日ね、ニューヨーク結構下げたんですよ、ダウがね。まあその影響もまあ、あるかなとは思ってるんですけどね。うん、まあそんな感じで。ね。10年産利回りね、0.617 ですね。ということで、ございますんで、あんまり変わってないですよね。はい。というような。で、ニュースはですね、まあ、ドンキホーテ、パンパシフィックですね。なんか、売り上げが過去最高になったみたいですね。よかったですね。高いですからね、パンパシフィックね。7月のね、外国人旅行者がなんか230万人でしたっけ?中国からの旅行者がまあいない中で、まあ過去最高というような、まあことになってますよね。230万人だと思いますけどね。これで、実際団体旅行来るとね、すごいっすよね。もう、それはいなくて過去最多ですからね。ってことはもう来たらね、大変なことになりますね。
そんな感じで。まあ、今月はもうね、なんか、10日でしたっけ？で、解禁になってますから、まあ、これからね、秋へ向けてすごいですよね。だから、インバウンドは、ちょっとやっぱり大きなね、インバウンド銘柄結構私持ってるんで、まあ、いいと思いますね。相場に逆らって上がる可能性もありますよね。これダウですね。昨日の361ドルも下げちゃって、3万5千ドルの節目も割っちゃって、大変ですよね。ナスダックもマイナス157ポイントでね。これもまあ結構下げましたよね。13,631 ポイントですね。S&P500 も下げてますね。マイナス51ポイントで4,437というようなことですね。で、今はちょっと先物がまあちょっとまあ上方向ですけれど、これも始まってみないとわかんないですね。なんかね、いろいろ指標の発表のたびに あっち行ったこっち行ったりするのがね、ニューヨーク市場なんでね。それから、ユーロドル 1.09 変わらずですね。ドルインデックス上がってますね。やっぱ、円安効いてますよね。103.09 ですね。原油ちょっと下がってますね。80ドルに来てますよね。もういいことですね。それから、ビックス表示数、まあ、ややちょっと上がってですね。16.39 ね。まあ、昨日よりは上がってる感じですよね。というような、まあ、のが、まあ、本日の、まあ、市況でございますよね。まあ、どうなりますかね、これね。上がるといいですけどね。よくわかんないですね。で、今日はですね、実は私のですね、推しの銘柄ね、ABX 株。私自身が推しなんですよ。皆さんに勧めてるわけじゃないですからね。なので、そこは間違いないようにしていただきたいんですけど、まあ、XG にね、すごい惚れちゃって、それでもう、買ったんですけど、で、ですね、これですね。これですね。で、今日ね、もう1382円まで、64円も下げちゃって、ここのところも下げ続け。ああ、ですよね。見てください、このドーン、ドーンって。なんか、恨みでもあるんかっちゅうぐらい、鶴瓶落としにね、まあ、下げましたよね。それでまあ、ちょっとね、まあ、結論から言うとですね、まあ、これ、選定する気はないんですよ。全然ないですよ。まあ、当然、含み損になってますけど、それからですね、ここでですね、買いますっていうのもちょっとやらないですね。っていうのも、これね、もっと落ちる可能性もあるんですよね。っていうのも、これ一株あたりの純資産が1286円でしょ。もうちょっと上がってると思うんですけど、自己消費率が上がってますからね。でも、ですね、これ 1.07 なんですね、PBR がね。まあ、この付近で止まるとは思うんですけど、まあ今 PTS1379円ですよね。だけど、もっとね、1200円台ぐらいまで来る可能性があるんですよね。その時はね、ちょっと買い増しをしようと思ってます。で、ここね、結構持ってもいいなというふうな、もうね、そういう感想を持っとるんですよ。それはですね、やっぱ配当ね、これ50円切ってくれるんですよね。で、やるときはやってくんですよ、結構。121円とかね。これはABX、自社ビルを売ったときなんですけど、298円できてたときは121円もね。すごい還元姿勢がいいですよね。まあ、その裏にはですね、何があるかというとですね、まあ、ここにね、まあ、サイバーエージェントがいるでしょ。だまあ、これもね、すごい大きいんですよね。それと、あとまあ、このサイバーエージェントに多分これ持ってもらったんですよね。まあちょっとね。ですからまあ、それでこのティーズキャピタルってまあ多分持ち株会社、このマックス2000もそうだと思うんですけど、ここのね、松浦さんとか、あと黒岩さんとか、まあ黒岩さん今社長ですよね。そういう方々のですね、持ち株会社だと思うんですけど、まあ、5% ずつ綺麗に持ってますから、まあ、松浦さんと黒岩さんじゃないかなというふうに思います。そうするとですね、この方々ですね、やっぱり配当できますからね、ここ。ね、ちなみに、ですよ。有利子負債0円でしょ ?1 円もないんですよ。で、剰余金が478億もあるんですよね。なので、まあ、配当はですね、ずっとできるんですよ。やろうと思えば。それで、まあ今回ですね、投資有価証券をですね、この売却して、4、6月期の第一四半期ね。で、これ27億円の、まあ利益をですね、計上してるんですよね。で、通期のですね、利益はですよ、22億円って置いてんですよ。そしたら、ここから先は一つも黒字が出ないのかって話になるじゃないですか。ね。まあだけどそれはね、僕はないと思うんですよね。売上が伸びてますからね。319億ですか ?4、6月期ね。第一四半期ですよね。それで、この営業利益見ても18億8000万でしょ。そうすると、前期のまあ、22億8800万よりは減ってるんですけれど、もうちょっとこうね、俯瞰して見てみますと、
21年の4、6月期なんか2億6000万しか出てないですよ。まあそこから売り上げはもう倍増してきてるわけですね。これ明らかに、コロナからのですね、まあ復活ですよね。それでまあ音楽フェスとかそういうのが盛んに行われて、で音楽事業のあらりがまあ低下してるっていう話なんですよね。まあ多分ローム費とか、その照明に関わる電気代とか、そういうのがね、まあそのチケットの代金で、まあ取れるあらり、それがですね、まあ狂ってきたという。まあ先行して予約を受け付けますから、後で値上げというわけにいかないんで、まあそういう面でね、ちょっとこの4、6月は狂ったんだろうなと。だからまあこれ決算ね、予想出した時点で、多分それを予測してですね、まあこういうね、すごい弱気な予想を出してると思うんですよ。なんけど、ですよ。一株当たり利益48円60銭を上回る50円の配当を約束してますね。これできるんですよね。で、その前20円のね、利益しか出ない時も50円配当してるんですよ。だから50円はね、約束されてるんですよね。こんなお金持ちの会社ですよ。安心して買い増ししてですね、株数たくさん持っといても全然問題ないじゃないですか。ね。というふうに私は思ってるんですよね。これで還元姿勢もあると、いうことなんでですね。まあできればですね、ちょっとこの株価下がった時点でですね、自社株買いやってくれると一番いいんですけど、まあ今のところちょっと自社株買いをやる気はなさそうですよね。うん、まあそういうメンタルはあんまりないみたいですね。でもやった方がいいと思うんですけどね。まあ、いいんですけど、それで、まあ音楽フェスの、まあ最盛期というのは、やっぱり夏休みですよね。そうでしょ。やっぱ若い人たちなんで、やっぱこう夏休みに入ってからのね、これが盛り上がるわけでしょう。まあこの間私神宮外苑行ってきましたけど、もうとにかく満杯。ね。もう、ね、大黒摩季さんが出てきてね。それで歌ってましたけどね。すごかったですよ、本当に。やっぱあんな感じでね、もう本当、何年ぶりですか ?4 年ぶりぐらいなんですかね。本当に、そういう意味で言うと集まれるということで。まあ、ちょっとね、まあ、あらりは取れないにしても、売り上げは確実にこれ上がってくると思うんですよね。だから、多分このですね、決算です、自体がですね、まあ、控えめかな、というふうに、予想ですよ。予想の、まあ、こう、売り上げは開示されてないんですけど、20億っていうのはかなり控えめかな、というふうに思いますね。で、まあ、だけどまあ、その何もしないんですけど、1200円台、ね、全般とかに来たら、ぜひ、もう、買い増ししたいな、というふうに、思ってます。ね。ということで、まあ、ちょっとね、マーケットって何があるかわかんないんでですね。だけど、まあ、これ、投資有価証券を、まあ、売ってまでご利益を出すっていう、まあ、利益に対するこだわりっていうのは、まあ、あるんじゃないかなとは思うんですけどね。なんか特別ななんかあったわけじゃないと思うんですよね。これね。これは、第一四半期の決算短信ですけど、もう一度見ますけど、ですね。まあ、単純に特別利益として投資有価証券売却益を計上したって言ってますから、まあ、あれですね、なんかの事情があって売らなきゃいけなかったっていうことではないと思うんですよね。だから、まあ、利益、これをしっかり、まあ、確保したいと。前年同期で 61.4% のね。まあ、単純にそういうことじゃないかなというふうに、まあ、私はまあ、思ってるんですよね。それで、実を言うと、これあんまり、やられなかったっていうふうに経営陣は思ってるかもしれないですよ、黒岩さんね。もっとちょっと厳しいかもしれないなっていうね、コストかかるかもしれないな、みたいなところはあったと思うんですよ。で、ちょっとね、新しい情報なんですけど、これニュースウィークの記事をね、ちょっと見つけたんですけど、これね、8月9日の記事なんですけど、J でも K でもない X ポップ、国境なきガールズグループ XG の正体って言って、これ、ニューズウィークがね、やってんですよね。これいいでしょう、これね。好きです。もうね、ちょっと目がくらんでますから、冷静な投資ではないですね。あくまでも、推し活ですね。株でも押すと。グッズも買うと。ちなみにタオル買いましたんでね。それで何すかね。CD ボックスみたいなやつもね。高い方を買いましたんでね。完全に推しですね。ほとんどの楽曲は英語でレコーディングされると、日本語や韓国語でも歌うけど、主な目標は親しみやすく、すべての人に力を与える音楽を作ることということで、このニューズウィークはですね、世界が尊敬する日本人100ですね。これ、中にですね、この XG を入れてるんですよ。面白いでしょ?XG、エクストラオーディナリー、まあ普通じゃないっていうことですよね。ガールズの略で、これは
教会も限界も信じないと。ジュリン・チサ・ヒナッタ、ハービー・ジュリア・マヤ、ココナの日本人7人組は、昨年3月にティッピー・トゥーズで、世界デビュー、わずか1年余りで日本出身の最もエキサイティングな音楽グループの一つになっていると言ってますね。それで、メンバーは X ギャラックスというプロジェクトのもとで1万3000人の候補者の中から慎重に選ばれ、日本と韓国で5年間にわたる厳しいトレーニングを受けたと言っています。エグゼクティブプロデューサーで元 K-POP アイドルの J.A. コップスの指導のもと、これサイモンのことですね、サイモンさん。希望に満ちた10代の少女たち、一番若い子は当時12歳だったみたいですね。そっから5年ですから、今17歳ですよね。で、ダンス、歌、ラップを学び、世界中の観客を魅了する歌姫に変身したと。ニュースウィークですからね、言うときますけど。ね。これまでの作品は、公式シングル5曲とミュージックビデオだけだが、XG はすでに確固たるファン層を築き上げていると。ビジュアル的には2000年代の Y2K ファッションと、21世紀初頭の SF にインスパイアされており、その時代の R&B ビートに乗った楽曲はノスタルジックであると同時に未来的な躍動感があると。楽曲のほとんどは英語でレコーディングされ、これさっきやったやつですね。で、XG は自分たちをグローバルグループと呼び、自分たちのサウンドを J でも K でもない X ポップと定義していると。つまり国境なきガールズグループ。国境なき石団じゃなくて国境なきガールズグループなんですよね。素晴らしいっすよね。こんなんが出てくるってこと自体がやっぱ絶対応援しなきゃいけないでしょ。ね。これ私は応援したいんですよ。だから、その応援の一番ね、今ね、株、ABEX の株買っとくんですよね。TikTok で披露したラップ、ギャルズ、これ、サイファーって言うんですかね。ザイファーって言うんですかね。で、注目を集めた昨年に続き、今年はニューヨークやアブダビなど世界各地の音楽祭にも参加したと。多忙なスケジュールの中、9月27日には初のミニアルバム New DNA をリリース予定であると。そうですね。私、一応、ね、注文しましたから。ね。それで、先行公開された収録曲、ガールズギャング。ギャングね。これで、彼女たちはこう歌うと限界はないと不可能もない。どんな問題も、自分たちで解決できる。いいですね、もう。ちょっとね、メンズも頑張ってくださいよ。この子たちは。ほんとすごいと思いますよ。だからやっぱね、オリンピックでね、女子が活躍するはずですよね。ということですよね。はい。それでですね、これですね。これガールズ、ギャングですね。これめっちゃこの V はかっこいいっすよね。そう思います。ということでね、こうやってね、ここまでなんですけども、ニュースウィークはね、こうやって、100人に選んだらしいよ、世界が尊敬する日本人100人。ね。だからそのぐらいですね、ファンが多いですよね。だから、本当にですね、今回ですね、ABEX は、XG のことについて、決算説明会で何も触れてないですよ。何も触れてないのがね、怪しいんですよ。ね。ほんで、もうコストがかかってね、それだったらね、そういうふうに言うと思うんですよね。育成にコストがかかるから、みたいな。そういうことは言っちゃいるんですけど、XG について触れてるわけじゃないですよね、今回はね。それで、この XG のですね、オフィシャルショップね、これなんですけど、私はね、この高い7590円のね、アルファーズリミティッドを買ったんですよ、DNA ね。だからこれね、今ね、注文受け付けてるんですよ。そしたらね、これ英語になってるでしょ?だからですね、世界中からですね、これね、注文入ってると思いますよ。世界中から。ネットの世界ですからね。ほんで、こんな感じですね、カードが入ってるんですよね、カードが。こんな風にね。これがもう絶対高値取引されるんですよ。で、これ自体もですね、もう、このアルファーズメンバーズオンリーじゃないと買えないですから、その前にアルファーズに入りますよね。ファンクラブです。これ500円。550円かな月。払わなきゃいけないですよ。これ入ってます、私ね。バカでしょ。でもね、やっぱいいっすよ。この間何ですかね、LA の最新の公演も見たんですけど、いや、もう舞台でやらしても、もう全然大観衆ね。LA のですよ。LA の、フェスですよね。フェスっていうか、そうですね。もう、すごかったですよ。人が多くてね。ぜひね、YouTube、検索すると見れると思うんで、見てください。で、これもですね、XG を追っかけてる YouTuber も今いっぱいいるんですよ。もう代表的なのがね、コニーさんですよね。もうすごいやばいとか言ってですね。あ、もうすごいとか言って。なんて言うの?もうカメラもいいし、ビジュもいいし、ダンスもいいし、もう歌もうほんと、最高とか言ってね。なんか言ってんですよ。面白いですよ。ぜひ見てください。こんな感じでね、これがですね、もう相当売れてると思うんですよ。間違いないです。だってもう、この辺のですね、アクリルキーホルダーこれね。こういうの、
さすがにこれはいらんなと思うんですけど、これきっとね、もうソールドアウトですからね。だからこういうのはね、もう絶対あれですよね。うん。いや、こっちもすごいと思いますよ。とにかく注文取るだけ取ると思います。それでもうバッチリ個人情報ね、私、MX に、補足されております。住所までね。ね。それでまあ、この辺もソールドアウトなんですよ。だからこのキーホルダー、安いやつはみんなソールドアウトですね。こう、ハービーちゃんとか、ジュリアちゃんとか、あとマヤちゃんとか、こういうふうにこう、それぞれの、あれですよね。推しの、ね。これココナちゃんのね、キーホルダーですね。っていうふうになってるみたいですね。で、私が買ったのはこれですね。アルファーズのスポーツタオル。これ2枚買いました。2枚ね。ということで。まあこれはね。まあこれ結構作ってんだと思うんですけどね。タンブラーとかね。ね、こんな感じでね。ほいでまあ、これ、どうでもいいんですけど、これ T シャツも売れてるんですよね。2パックのクルートラック T とか言って。どっかになんか入ってんですかね。これもソールドアウトでしょ。で、こっちもソールドアウトなんですよね。ナイロンプルオーバーね。ジャケット。いくらするんですか、これ。いくらいくら ?1 万2000円。すごいな。これは儲かりますよ、これ。1万2000円で売ったら。ということでですね、まあそういう意味で言うと非常にですね、多くのですね、グッズね、こうやってまあね、これもう軒並みソールドアウトなんですよ。わかります？これだけソールドアウトするっていうのは、これシューティングスターで、最初これ、多分これシングルだと思うんですけど、これだけで出たやつがあるんですよね。これももう即完売ですよね。即完。ほんでまあなんかチャームとか、こんなも売り切れてますね。なんかこれ、もうすごいっすよね。この辺はそうですね。シングルですよね。シングルの。まあ、この中に、あれが入ってんですよ。カードがね。それが、ま、高値で売れるんですよ。ね。もう全部売れてるでしょ。だから、もう今回のやつはすごいと思いますよ。ね。で、これね、取るだけ取るんですよ。とにかく。注文を。だから、まあ、私はですね、まあ、これって、もうロスがもうゼロでしょ。もう作れば作るだけ儲かるんですよね。だからもう、この CD でもう食べてきたね。ABEX がですよ。余分なものを作らないというね。で、この、ネットで、まあ要するにこう、ヒットさせていって、徐々にね、こうやっぱこう認知度上げていって、それでもう、これ、世界を相手に、サイトでですね、こういうアルバムを売ってると。いうような、まあ状態なんですよね。あ、これがね、すごいと思いますね。いや、もう考え抜かれた、まあ戦略ではないかなというふうに私は思っておりまして。でですね。まあ、これでね、まあ、こうす、需給でね、まあ、これ下がってると思うんですよ。確かにね。だけど、選定するつもりは全くありません。普通の基準ですと、まあ、大体これ、買い値がですね、私、1500円ぐらいでしたから、ですからもう、そこから、うん、そうですね、10% ですね、くらいはもう、下がってるんですよね。10% も超えるとですね、まあ、大体損失の場合は損切りします。だからそれはですね、ストーリーとかシナリオがない場合ですね。で、シナリオがある場合は、昔あれですね、アクシジアがね、こう、私の買い単価も割れて下がったことがあったでしょ。でも結果的には、アクシジアのシナリオ悪くなかったんで、まあ、ずっと持ってたんですよね。で、そうした方もいらっしゃると思うんですけど、途中でね、もう耐えられなくなって売った方もいらっしゃると思うんですよ。だからやっぱりね、持っといた方がいいですね。シナリオが、なんていうんですか、崩れてなければね。で、これね、シナリオ一向に崩れないどころか、もうほんとね、この最終利益の22億円っていうのは、なんかトラップじゃないかなと、ABEX の罠ね。そんな感じがするんですよ。だから、これ第二四半期ですよ。7、9月が出てですね、まあすごいことになる可能性はありますよね。少なくともですよ。前期がですね、13億円の営業利益出てるんですよね。で、純利益で15億円出てますでしょ。まあこれ税の戻りとかなんかその辺の、法人税調整額とかその辺があると思うんですよ。この前が赤字でしたからね。と思うんですけど、まあやっぱね、ここずっとね、利益がね、こう出てるんですね。その前はですね、そうですね、7、9月は23億出てますよね。268億の売上でね。ですんで、これはもうコロナ真っ盛りですよね。それでもこんだけ出てるんですよ。ということは、まあ、この7、9月ですね、5類も開けてですよ。で、コンサート会場もすし詰めいっぱいですよね。で、その上、この XG ですね。この間ですね、とあるね、お店でね、若い女性ね、
まあ20代前後のね、女性がなんか3人ぐらい、2人ぐらいいたんですけど、ただね、その2人にね、XG 知ってるって言ったら、あ、私知ってますってのが1人いましたね。え、私知らないって言ってましたね。だからそれぐらいですね、要するに、そうですね、もう積極的な、その、いわゆる、通常で言うですね、宣伝活動みたいなことはやってないですよね。で、これまでっていうのは、やっぱり、音楽レベルというのもですね、やっぱこう、テレビ宣伝とかでしょ?そういうことをやりながらですね、それでも、コンサートガンガンやらしてとかね、そういう感じで広げていったでしょ?で、そうじゃないですよね。やっぱ、YouTube を中心としたネットを駆使してですね、それでもう最高のものを作ると、世界に通用するね。だからさっき言った、ニューズウィークがですね、グローバルに通用する100人の日本人に選んだんですよ。すごいことですよ。だから、そういう意味でですね、まあ、実際、ね、この今の、あれですね、もうご注文が見えないですけど、相当な注文入ってます。私が注文するぐらいですからね。あ、もうね、熱狂的なね、LA のね、ファンのね、あれを見るとね、ちょうどね、まやちゃんがですね、お誕生日だったんですよ。そしたらですね、前の方の観客たちが、ハッピーバースデー、まやって歌うんですよ。でしょ?で、まやちゃんが泣いてるっていうね。ね、感動してね。ちょっと私も感動しましたけどね。まあ、そんなこともあります。ですからね。やっぱ株式投資ってのは、まあ、当たり外れっていうのはあると思うんですけど、だけどやっぱり、これ投資するっていうのはやっぱり夢を見るっていうことですよね。会社と一緒にですよ。で、その会社がですね、まあ、いわゆるこれまでの音楽業界の常識を乗り越えてですね、もう世界に売って出ようというね、そういうその夢を描いてると。だから、だったらですね、まあ、ぜひね、一緒に夢を見たいなっていうふうに私も思うんですよ。ただ、まあ、何よりもその XG がもう本当すごい。この一語ですよね。まあ、そんなことでね、まあ、下がってますけど、なんていうんですかね。まあ、これ普通だと損失、はい、選定、みたいな。愛のないね、選定をやるんですよ。だけど、まあ、それはね、ひょっとしたら、まあ、私の、判断がですね、正しくないかもしれません。しかしながら、まあ、これですね。まあ、1200円台の前半ぐらいまで来たらまた買いまして。それで、もっと下がったらどうするんだっていうのもあるそれはそういうことだってありますよ。言っときますけどね。業績だけじゃないですからね。需給もありますから。だけどね、ここですね、空売りないです。調べましたけどね。で、空売りは、もう終わってますんで、ないですから。まあ、今ね、出てきてるかもしれないですけど、だけどもう PBR が1倍をした、こう割ろうかというようなところまで、まあ、来てますし、だ利回りがね、まあ、これ払える利回りですから、配当ですからね。だから私はですね、まあ、あとはこうちょっと自社株買いぐらいはね、ちょっと出してもらいたいなと株主のためにね。4566万株ね、発行してますから。まあ、あれですよね。自社株買いできますよね。まあ、そのお金もあるしですね。まあ、ぜひやってもらいたいなとは思いますけれど。しかしながらですね、まあ、これ、引けにかけて結構大口の、まあ、売りが出た感じがしますんで、まあ、どうなんでしょうね。まあ、わかんないですけど、私はですね、選定もしないし、それから、まあ、ここでは買い増しをしないと。もっと下がらないとね。もっと下がったら、買い増します。1200円台ね。前半ぐらいまで来たらね。というふうな。まあ、それはそこはもういい買い場だというふうに思いますね。まあ、その時は配当利回りは 4% 超えてるという状態になると思いますけど、まあ、50円ですからね。まあ、そんなことでですね。まあ、ABX ね。ちょっとまだまだ、ね。一緒にね。XG ね。ともにですね。エイベックスに夢を見たいと。ね。そんな風に今思ってます。ただやっぱ東インド会社がね、できた昔からですね、株式会社というのはですね、なんですかね、夢を乗せてですね、大海原をこうずっと行くわけですよ。ね。東インド会社もね。だから、まあそういう意味で言うと、まあそれでね、株式会社の祖と言われてるでしょ。まあ、いろんな人の、まあね、お金を集めて、それでまあ、利益上がったらみんなにね、分配するわけですよね。だそういう意味で言うと、今、エイベックスはね、世界というですね、大海原にね、出てるということですよ。だからね、そう考えたらね、もうやっぱ今のね、その他のね、なんですか、レーベルというかね、ダメですよね。まあ、ここまでの気合はないですよ。本当に。だからもう、黒岩さんも、その松浦さんもそうなんでしょうけど、いや、すごい、あれですよね。野心がありますよね。すごいと思います。っていうかもう、そのあれですね。このままずっとね、従前のビジネス、日本国内だけで満足するようなビジネスを続けててはですね、もうこれから先の、まあ、未来がないということを、もう非常によく分かった上で、まあこうやってるんだろうなというふうに思いますんで、まあ、ABX ね、
絶賛下落中ですけどね。ね。まあ、私はですね、選定しません。それで、もちろん、買い増しはね、もっと下がったらしたいな、というふうに、思っております。ということです。でですね、あと、視聴者さんのリクエストですね、ちょっと3つほど見たいなと思うんですけど、一番興味のないのね、これ。これです。大阪ガスね。これ興味ないです。で、なんでないか、ちょっと、2267円の、この効率、資本効率がね、資金効率が良くない。あね、この株価ね。これは嫌ですね。確かに割安ですよ。PR と PR 掛け合わせたね。でもね、こういう公共的なものっていうのは、こういう銘柄多いんですよ。で、利回りがね、しょぼすぎますね。2.87% ね。もう 5% ぐらいいってりゃ、また話はちょっと別なんですけど、うん。あのですね。まあ、大阪ガスですから、当然、関西ですよね。その都市ガスのこれ2位らしいですね。1位があるんですかね。1位は、どこなんですか。え？都市ガス、京阪島の都市ガスに行ったら、ひょっとしたら東京ガスに次にいいって意味ですかね。で、都市ガスですから、パイプを通してね、ことを特定ですね。で、電力事業も、ま、やってると。まあ、ガスサービス回してね。やってるんですかね。それから、コージェネですね。これもやってると。水素アンモニアに、技術があるということで。まあ、ここのビジネスをね。なんかまあ、ちょっと多分評価されてるんじゃないかな、というふうに思います。それで、今のところ売り上げはですね、こう、すごいですよ。やっぱりね、公共サービスですからね。そうですね、2022年の3月期が1兆5911億だったのが、23年3月期は2兆2751億円になって、それで今度また下がるんですね。今期の予想は2兆170億円にね、11.3% 下がるけれど、経常利益は 2.1 倍になるよと。756億から1590億になるよって言ってるんですよね。そうかもしれませんけどね。私はここの65円よりですね、ABEX の50円の方が好きです。なんか、夢が持てるでしょ？というふうに思いますんで、ちょっと大阪ガスは、まあちょっと、資金効率は本当考えた方がいいです。これ高いです。高いっていうか、値傘です。ね。落ちるときも激しいです。ABEX の日ではありません。というふうに思いますね。だからいらないです。次、CVS ベイエリアですね。これね、昔、ちょっとね、もうかなり大昔ですけど、投資したことあるんですよ。で、ここですね、いわゆるコンビニね。コンビニをですね、フランチャイズでやってるんですよね。で最近は、千葉ですよね。千葉と東京の、まあ、湾岸でやってるんで、ベイエリアっちゅうんですよね。っていうことなんですけど、なんか、最近はホテルとか、もやってんですね。マンションフロント事業を運営と。受付でクリーニングサービスとかって、よくわかんないな。そうですか。それ知らなかったな。でもここ伸びないですよ。ずーっと昔から見てますけど。時々。そうっすね。これ良かったんですかね。これがまあ、なんかよくわからない会社でしょ、これじゃ。このホームページ見ただけじゃね。なんか、ベイホテルっていうのは嵐らしいですけどね。どうなんですかね。まあまあ、株価は860円なんで、そんなね、高くもないんですけど、PR21 倍でしょ ?PBR1.5 倍。ちょっと高いですね。結構期待値入ってますね。利回り 2.32 ですから、まあ、この利回りもダメだという感じですよね。で、チャート見てみると、わ、もう結構上がってますね、これね。遅いっすね。ここで買わないといけないですよ、480円で。と思いますね、私。せめて500円とかね。それでまあ、ね。それ、読めないですもんね。なかなかね、しょうがないですよね。で、これは多分、良かったんでしょう。第一四半期かなんかが。どこでしたっけ？これね。7月12日ですよね。これ決算ね、これね。CVS ベイエリアね。7月12日に決算が出たんですね。これはですね、第一四半期の決算ですね。で、連結経常損益1億8200万。まあ、この程度です。この会社ね。の黒字で。前年は、ま、赤字ですよね。まあ、しょうがないですよね。コロナもあったしね。で、合わせて3、8月ですね。まあ、上期ですね。これを従来予想の9100万円の黒字から2億2700万円の黒字に 2.5 倍情報修正ね。まあ、こう上がるでしょうね。6300万円の赤字だから、もうなんか嘘みたいな。嘘みたいな感じで、びっくりしたーっつって、まあ、さっき上がってましたよね。で、上期業績の好調に伴い、通期も、いじったんですね。1億4500万から2億8100万ね。本情報修正ね。で、増益率が 3.1 倍から6倍に拡大する見通しになったと。で、営業利益ですね。これはいいですね。マイナス 1.3 から 8.9%、そんな出るんですか。
へえ、そんな会社になってるんですか、今。まあ、コンビニ事業が多いんですけどね。そっかね。借金がありますね。1.6 倍ね。で、16億しか剰余金ないですね。やっぱね、あれですよね。フランチャイズ会社なんですよ。言ってみたら。多分、ホテルもフランチャイズやってんじゃないかなと思うんですよね。どっかのやつをね。自分でやるっていう感じじゃなくって、人が作ったビジネスモデルでうまいこと回していくっていう、そういうことをずっとやってるんですよね。で、今回はまあ、非常にいい営業利益が出たってことですけど、こんな営業利益出したことないですよね。だから、これなんかあるんじゃないですか、この営業利益は。この、こことこの間に。ね。っていうような感じがするんですけどね。なんか、あるんじゃないですか。ないですかね。あるような気がするなぁ。売上原価。あ、これ変ですよね。売上原価が、売上は増えたのに、売上原価が下がってると。で、粗利がめちゃ増えてると。ね。そら、8.9% になるんでしょうね。だけど、これって、恒常的なものなんですかね。そこがよくわかんないですけどね。まあ、不動産賃貸やってますね。まあ、だけど、なんですかね。恒常的なんですかね、これ。マンションフロントサービス事業においては、まあ、フロントをやる、まあ、代わりに委託するような商売やってるんですね、きっとね。安定した収益を確保したほか、ホテル事業において、まあ、全国旅行支援ね。まあ、これありますよね、インバウンド事業。千葉県内都心における宿泊需要の高止まりですね。各施設においては、春休みやゴールデンウィーク期間中のほか、週末を中心に連日高稼働で推移するなど、売上高が大きく伸長したと。それが、あれですか、原価が減った理由なんですかね。ああ、まあ、それはあるかもしれないですね。まあ、昨年はコロナですから、まあ、それに対して言うと、偉くね、いいのかもしれないですよね。稼働率が7割超えてますからね。これ、ワシントンホテルが 65% ぐらいですからね。ワシントンホテルよりいいですよね。場所がいいんでしょうね。宿泊価格一室3万円以上って。あ、すごいな、これ。ベイホテル、東京ハムマッチョね。そうですか。それ運営してるんだ。これは儲かってますね。しかし、原価が下がってるっていうのがよくわかんないですよね。続くんですかね、それは。ホテルの事業収入4億円ですね。で、セグメント利益1億2600万ですよね。で、前年同期は5200万のセグメント損失になってますから、まあ、損失から黒字になったらいいですよね。そして、マンションのフロントサービスってのもやって、いろいろフロントサービスやってんだ。あ、なるほどね。で、フロントでのクリーニングの取り扱いとかそういうのもやってると。そうなんですか。面白いですよね、考え方はね。とにかく人の分として済む。人材派遣業みたいなもんですよね、これね。マンションフロントサービスの事業収入が10億8700万で、ちょっと増えたと。0.1% 増ね。それで、セグメント利益は1億1000万円。大変ないですよね。で、クリーニング事業ね。クリーニングやってるんですか。マンションフロントとかコンビニエンスストアね。まあ、社員業。まあ、そういったところからですね、クリーニングをマークを取ってね。それで、まあ、そうか。やってんですね。取り次ぎもやってる。なんかバックオフィスの業務効率化による管理コストの削減をやったって言ってますね。でも知れてますもんね。クリーニングの事業収入って6300万ですからね。まあ利益はしっかり取れてますよね。コンビニですね。これはローソンがメインですね。で、店舗運営やってると。結構もうやってるでしょうね。で、店舗数はなんか借地契約の満了で閉店すると、こういうことあるんですよね。借地借家法でね、定期借地権って、あれですよ、特に都心部は、その、なんていうんですかね、実際その、まとまった区画、綺麗な区画が、まあ、人が退去したりしてね、それでその、建物をね、古いアパートとか、そういうのが建てて、それでまあ邪魔になるなっていうのは、それはやっぱり全部開かないと、ね、取り壊せませんよね、いきなり中国じゃあるまいしね。人がいるのに、ガーッとブルドーザーがね。それはできないですよ、日本ではね。犯罪ですよ、それは。なので、やっぱその、どこまでの間っても時間かかるな、という場合ですね、よくやるのが、適借地権。まあ、例えばこう、いろいろあるんですよ。15年とかもあるし、そういうような、まあ、ね、最短だと15年ぐらいの借地、適借地権付きのやつで、まあ、要するに、こう、コンビニやるというようなことはありますよね。
それで、これでですね、まあ、特に都心部は、そうですね、それをまあ、定着がね、満了したらもう絶対出なきゃいけないですよ。100%。それはもう、借地権者圧倒的に強いですんでね。地べた持ってる方が強いんです。それでですね、まあ、それはね、あれですよ、定期借地権だから強いんですよ。だから、借地借家法ね、昔のね、普通借家ね、法だと、住んでる人が強いんですけどね。だからまあ、占有されるとね、もう大変なんですけど、定着なら全然大丈夫ですよね。まあ、そういうこと出ていきなさい。ってことで、1店舗減って、で、なんか4店舗やしかやってないみたいですね。だからバラバラ。ここは、事業がいろいろバラバラ。あれこれやってますよね。あと、コンビニの事業って3億3000万で、利益2300万しか出ないですね。もうなんかいろいろヘアカットとか、なんかいろいろキャンプ場とか、いろ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 やってますよね。っていうような会社なんですよ、ここね、昔から。でね、ちょっとね、なんかこう夢があんま描けないですよね。どっちかというと、一ふんどしで、相撲を取ろうみたいな、っていうところありますので。なんでまあ、ましてこれ高いしですね。いいです。財布も豊かではないしね。あともう一つ何でしたっけ？マクロミルね。これ難しいっすよ。これね、微妙ですね。利回り 3.23 ね。で、9.2 倍の PE で、PBR 0.78 倍ね。まあ、ギリギリ。まあ、私の基準としてはもう、割安なんですよね。で、チャートもね、まあ、こんな感じで、すごい下がってるんですよ。まあ、ここね、直近で1000円ぐらいあったのが、まあ、700円まで、まあ、3割ぐらい落ちたって感じですよね。で、ここですね、実はね、あれですね。あとそう、ニュース先見ようか。8月14日に決算ありまして、こうなったんですよ。23年6月期ですね。6月が決算期ですね。で、8月14日に発表あって、連結最終利益は前期比で 2.4 倍の75億7千万、すんごい利益出たんですよね。だけど、24年6月期。次の期ですね。来年です。の6月期が決算なんですけど、それは前期で 57.8% 減の32億円に大きく落ち込む見通しと。だからまあ、ザーッと下がっていきますよね、そんなもん。4円ぐらい配当増配したところでね、25円ですから。そうすると、まあ、下手すと、まあ500円ぐらいに来る可能性ありますよね。500円だって25円だと、まあ525でまあね、5% ぐらいの利回りなんです。そこぐらいまで下がる可能性十分あります、これ。なんかね、直近3ヶ月の実績である4、6月期の連結最終損益 49.2 億円のこれで、まあそれはいいです。でですね、ここがですね、これ何の会社かっていうとですね、あれですよ。リサーチやる会社ですよ、リサーチ。一応ね、国内では最大級ですね。で、売上は前期末ね、2023年の6月期末で、売上406億ね。それで、経常利益は37億です。で、最終利益が75億で、これがね、ちょっと、おかしいでしょ？経常利益より最終利益が多くなるじゃん、なんかあるんですよね。で、一株利益191円なんですね。それで、今期の予想が440億でプラス 8.3 と。で、経常利益は59億でプラス 58.3 と。だけど、最終利益はエラー落ちるよと、こういう話なんですよね。最終利益フォーカスしてるんですよね。で、これまあ、デジタルでもやるし、それからオフラインね。実際のまあ、電話とか、まあ、そういったようなことで、まあ、アンケートですね。まあ、そういうものをやると。昔からありますよね。それのね、まあまあ、大手ですね。まあ、マクロミルはよく聞きます。それでですね、ここですね、なんでこんなね、ことになってるのかと。まあ、ちょっとね、見ましょうか。これね、決算ね。これ、おかしいでしょ？ 37 億しか経常利益がないのに75億って、最終利益になるっていうのが。で、そもそもこれね、イファースなんですよ。ね。あ、得意のイファースね。難しいイファースね。で、これ今期32億になってるんですよね。で、これ本当に現役なのってなるじゃないですか。本当に現役なんですかみたいな。で、最終益マイナス 57.8 とか言ってますけど、これね、問題なんですよね。で、それがですね、どこでわかるかっていうとですね、どれだ。これですね、ちょっと単身なんですけど、通期のね。なんかグダ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 、いろいろ言ってんですよ、いろいろ。ここはね。ですね、ここ2023年の5月15日にですね、当社連結子会社等に対する債権の株式化、デッドエクイティスワップですよね。要するに、借金をね、こう株式にこう、切り替えるのをデッドエクイティスワップって言うんですよ。ね。そういうね、のがあるんですよね。それでですね、および、ですね、当該子会社の移動、株式譲渡並びに、トルーナホールディングス
リミティド、これはイギリスの会社ですね。この持ち分を取得すると。に関するお知らせということで、まあそういうのお知らせが5月15日に公表したんですね。で、当社グループはその他の海外事業セグメントを構成する企業群である、メトリックスラブグループの事業を、トルーナ社へ譲渡すると。ね。これ譲渡したんですよ。その譲渡対価としてですね、当社がトルーナの株式の 17.4% 等を取得し、統合新会社となるトルーナね、に対して当社が取締役1名を派遣と。持ち分法適用会社にこのトルーナというのをするという、ややこしいことをやっとるんですよ。ややこしいことをね。まあ、あれですね。そうですね。連結子会社だったんですよね。このトルーナっていうのがね。でもまあ結局この、メトリックスラブっていうのをまあこう、もう持ってて、で、これをまあ、イギリスのそのトルーナに、まあ、譲渡しましたと。でも、トルーナの一定限度の株式を持ってですね、持ち分法適用会社にしたということですよね。それでですね、これ、その他の海外事業っていうのが、メトリックスラブっていう、なんかオランダの会社みたいなんですけど、こいつがですね、非継続事業っていうことになるんですよ。その他の海外事業。その他の海外事業っていうのは、まあ、このメトリックスラブグループですからね。で、これのですね、売上、それから営業利益、税引き前純利益、これ非継続事業を除いた継続事業の金額を、ね、第4四半期の、連結会計期間よりですね、表示して、親会社の所有者に記録する、当期利益は継続事業及び非継続事業の合算を表示してますって言うんですよ。つまり、このオランダのメトリックスラブグループっていうやつはですね、非継続事業に分類されてるんですけど、決算上はですね、この継続、非継続事業もですね、の利益もですね、合算して表示するということを言ってるんですよ。ややこしいと思いますけど、ですね、それはですね、どこに出てくるかっていうと、この損益計算書、まあ、イファース特有のね、まあ、こう、売上から始まってね、これ一応営業利益あるんですけどね、営業利益の下は、まあ、金融収益と金融費用しかないですよね。経常利益っていうのは概念がないですよね。で、その前で全部処理するってやつですね。で、それはいいんですけど、ですね、税引き前の利益。まあ、これがまあ、一般的に言うともう経常利益に当たるんですかね。で、法人所得税のまあ、費用を、まあ、法人所得税払って、で、継続事業からの当期利益が26億円と。それでですね、ここに非継続事業ってあるでしょ？非継続事業からの当期利益。つまり途中で辞めてるわけですよ。でも、だからもう非継続なんですよね。だけど、それまでの四半期、ね、で、まあ、第三四半期までかどうかわかりませんけど、この当期利益あるんですね。これすごい良かったわけですよ。57億9千万あるんですよ。だからこれを足してるもんですから、ね、当期利益が83億9千400万になってるわけですよ。これがですね、こういうふうにね、なるんですよね。包括利益は92億円ありますね。それで、親会社、所有者に帰属する当期利益75億7000万。これはですね、非継続事業も入ってると。で、当期利益83億でしょ？こんななってるんですよ。だけどね、実際ここまで見たらいいと思いますよ。税引き前の利益のところね。これはもう、いずれにしてもこれはですね、前期より下振れてますね。というような、まあ、ことでございます。だからこれ190円は、まあ、一時的な一過性のものだと思います。だからまあ、79円を下回ってますよね。37億だとね。というふうに思うんですよね。だから、まあ、ここですね、すごいちょっと調べてて面白かったのは、ここの社長さんね、なんて言いましたっけ？どなたでしたっけ？あ、佐々木徹さんね。創業者はこの人じゃないんですよ。で、あれこれこう、変遷がこう、これあるんですけど、まあ、めんどくさいんで、今、お話しませんけど、この佐々木徹さんという人はなんかね、中央大学かなんか出てて、これでですね、リクルート、あ、違うか、一行ね、一つに広いと書いてね、広告代理店です。その一行からですね、なんとね、ABC マートにこう入ってんですよ、この人。一行からね。まあ、多分なんか部長クラスぐらいで入ってるんだと思うんですけど、ABC マートでね、おそらく鍛えられてると思うんですよ。まあ、大体広告代理店はね、なんせハードですからね。だからまあ、広告場で多分入ったんだろうと思うんですけどね。それで、その後ですね、このマクロミルにね、来てんですよね。で、社長やってると今ね、いうような、まあ、経歴の方なんですよね。だから広告場一筋です。だからまあ、非常にね、まあ、そうですね。気合の入った社長ではあるんじゃないですかね。エビシマートはもう広告、担当であろうが何であろうがね。もうとにかく、土日はね、店に出てですね、とにかく走れと。ね、ランニングしろというような会社ですからね。だからまあ、それはもう鍛えられたと思いますよ。なのでですね、これ 1.12 倍って有利子負債になってますでしょ。で、まあ、上益265億になってるんですけど、
でもですね、これまあ、盛んにね、まあ、借金のことをね、気にしてる風ですので、まあちょっと見たいと思うんですけど、これね、社債が入ってますよね。社債も借金ですからね。これ106億あるんですよ。ね。それでまあ利息さえいいとして、で、ここにですね、やっぱ社債あるんですよ。で、借り入れ金ね。で、これ302億あるんですよ。合わせると400億あるんですよ。408億ですか？だから、これね、借り入れだけ見ると、有利子負債ですからね。借り入れだけ見ると、まあ、1.12 倍でいいんだと思うんですけど、実際はですね、まあ、その、400億、社債も入れたら400億くらいあるんですよね。だからこれ利益出続けないと困るっすよね。だけど、もうちょっと理解に苦しむのは、売上がね、マイナスになることがあるんですよ、この会社。まあ、これね、ちょっとね、シナリオがね、描きづらいっすね。これでなんで利益が、みたいなね。まあ、これはまあ、非継続事業のね、利益を当ててるんでしょうけど、22年の4月、6月のところでももうこういうね、ふうになってるでしょ？売上マイナスになってるでしょ？なんか気持ち悪いんですよ。なんかね、ちょっと理解に苦しむなーって、ああいうふうに思いますね。でも持ってらっしゃる方がいたらね、まああれなんですけど、ただね、少しいいことは、こうですね、モニタスっていう、やっぱこういうね、リサーチの会社があるんですよね。パネルっていうのはこう、あれですよね、そもそもこう、パネリストっていうのが、こう募集してていて、で、答えたらまあなんかね、ポイントだか、まあ、なんかこう、もらえるんですよね、お金だかね。で、これこのモニターっていうのは結構2500万人ぐらいいて、で、マクロ見ると合わせたらですね、このパネルの方の数が3600万人になるらしいんですよ。だから、そういう買収です。ね。連結子会社がですから買収したんですよね。ただ、このモニターっていうのもきつい感じ、きついんじゃないですかね。で、8月14日に、今日ですね。あ、今日じゃないや。8月14日ね。月曜日ですかね。にこれ発表してるんですけどね。でも株価上がらないでしょ。これやっぱりね、難しいっすよね。もはや、果たしてですね、アプリ会員の時代に入ってくるとですね、そのアプリの中の会員がどう振る舞っているかっていうのは、要するにその、マス広告がすごく重要だった時っていうのは、やっぱこう、まあ、パネラーを通してですね、それでこう、何度も何度もその、質問するんですよね。冷蔵庫を、買い替えましたかとかね。いつ買い替える予定ですかとか。今何お使いですかとか言って。で、そのブランドを変える意向はありますかとか。パナからね。三菱とか。ね。そういうようなご質問をこうしていって、時系列で追っていくことによってですね。それで要するに、その顧客のその思考変化とか、そういうものを、まあ、こう、読み取っていくと。でもそんなんもですね、はっきり言って AI にね、押されていくと思うんですよ。まあ、ここも使うとは思うんですけど。だから非常にね、ある意味ね、ちょっと、まあ、ネットを使っちゃいるんですけど、まあ、ある意味古いネットのビジネスなのかな、というふうに今ちょっと思うんですよね。で、借金も多いしですね。きっとね、買収とかそういうのでね、社債をね、発行しちゃって。ね。だからまあ、隠れ借金があるんですよね。だから、そうするとちょっとね、借金返せないとなると困るじゃないですか。まあ、182億くらいキャッシュがあるんで、まあ、十分返せると思うんですよ。と思いますけど、なんか、もうちょっと落ちてこないですかね。500円くらいまで。これ理解不能ですよ、このイバースは。このやってる商売ね。そしたら面白いなと思いますけどね。あんまりですね、その先々がちょっと読めない。これリサーチ会社なんだから、ねえ、自分の会社の将来ぐらいね、きっちりと分析して読んでね、先手先手打っとかなきゃいけないっすよね。それを、なんだか知らないけど、ぐにょぐにょしてるでしょ。なんか2017年に上場してますよね。で、まあコロナで一回へこんで、またちょっと上がっていくみたいなやつですけどね。これはまあでも、実際は増益ですよね。実質的にはね。本当はね。経常益ってこれ、税引き前利益のところを当ててますね。これ、イファースは経常益ないんでね。まあ営業利益も増益ですよね。だから増益と見ていいと思いますよ、これ。しかしながら、なんか僕はあんまりちょっと、なんか、やだなぁ、みたいな。ちょっと理解がなぁ、みたいなね。理解はできるんですけど、ちょっと古い商売じゃないかなぁ、というふうに思うんですよね。結構統計調査とか、そういう会社あって、で、まあ結構お世話になるんですよ。世界的に有名なのはね、まあいくつもあるんですよね。で、マクドビルって、基本的には日本と、あと韓国ですね。これがもうメインなんですよ、今ね。で、やっぱ世界にはね、すごいのがいますからね。
そこには入れないですよね。あまりこうワクワクするもんがないんですよ。ね。だからまあちょっとね、いいかなというふうに思っております。マクロビジョンね。ということで、今日はですね、視聴者のリクエストの中から、あと大阪ガスト CBS ベイエリアね。湾岸ね。マクロミドですね。この3つをね、さらっと、見ました。ほいで、とにかくね、どの銘柄もそうですけど、まあ、このマクロミドにしてもそうですけど、まあ、これは下で持ってるっていうことは、なかなか、上で持ってるっていうケースが非常に多いんじゃないかと思うんですよね。だけど、これ厳しいっすよね。さらに落ちていく可能性も、泣きにしもあらずっていう感じはありますね。よくわかんないですけどね。でも、ずっとこれ、なんですからね。なんで、まあ、ちょっとね、売り上げまで赤字、マイナスになるというね、会社怖いでしょ、四半期とはいえね。ということで、私はですね、ちょっと、投資できないな、みたいな、いう感じでしたね。あと、ABEX ね、もう下落、絶賛下落中なんですけど、ね、私は選定しませんよ、と。一応ね、皆さんに言っておきます。やっぱね、自分の投資してるやつはね、損してるときは損してると、正直に言ってますんで、私はね。自分をね、これ飾るためにやってるわけじゃないですから。あくまでも、私自身が、投資をね、どうしていくかという、その過程を、皆さんに共有してるだけですから。あくまでも。ね、シェアしてるだけですんでね。だから、まあ別にね、私が、まあすごいね、当たったよとかね、そんなことをなんか威張ってね、どうすんだみたいな、そんなもんじゃないですよね、別にね。ということでございますんで、なんか時々誤解する方がいらっしゃってですね。なんか私が投資した株はみんな上がるわけでもないんですよ。で、また、下がることもこうやってあるんですよね。それで、そっから先はですね、もう皆さん自身の判断ですね。まあ、この私の紹介で、参考になさるのはいいと思うんですよね。だけど、もう買う買わないとかそういうのは私は別にお勧めしてるわけではないんで。まあね。病院計画をね、私はね、腐してるつもりはないんですけど、要因計画のもうビジネス自体を、まあ、こう、見てですね、これはどう前さんいかんよって言ってるだけなんですけど、そういうのにね、結構ね、激しく反応する方がいらっしゃるんですよね。なんかね、まあ、気に入らなければ、見なきゃいいんですよね、私のチャンネルなんかね、どうせ大したもんじゃないですからね。で、別に、見てほしいなと思って、やってるわけでもないわけですよ。たまたまですね、6000人超えちゃっただけの話であってですね、ということでございますんでね。もう、すぐ非表示にしますから。ね。ということで、私は、視聴者のご機嫌取りはやりませんので。だけど、礼は尽くしますよ、ちゃんとね。コメントが来たらコメントを返すっていうね。それはやりますけどね。でも、綺麗なことがあったら、もう即非表示でございますんで。そこは、お忘れなくお願いしたいと思います。ということでね。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はここまででございます。もし、このチャンネルがですね。まあね。なんか、くだらないけど、まあまあ、こいつ面白いな、みたいな、ふうに思っていただけましたら、まあね、チャンネル登録をなさったらよろしいんじゃないかなと。あんまり投資の参考にはならないかもしれないです。ね。私、チャート分析もね、需給の分析もやりませんのでね。まあ、時々やりますけどね。空売りが入ってるとか、入ってないとかね。まあ、そんなことですんで、ね。チャンネル登録ね。まあ、良ければやってください。それと、あと、あれですね。登録した人はですね、いいねボタンをね、一回だけお願いします。一回だけでいいですから、ポチッと押すだけですから。それから、メガネクエストね、こんな感じでちょっとぼちぼちやっていきますんで、またお寄せいただければというふうに思います。ということで、本日もですね、長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。